どうも、みさん、こんにちは。花粉症で鼻詰まってるやつ、だいたい口臭い。よろしくお願いします。あの口呼吸してるとね、やっぱ鼻が臭い、あの口が臭くなるということで、今日なんですけど、ちょっと真面目ないつもと違うようなテイストになりまして、もうタイトルの通りなんですけど、僕あの以前からですね、半年ぐらい前から僕もそんな気ないんで、動画に露出してる商品、僕が個人的に僕のためだけに特注で作ってもらってるサプリメントだったり洗顔だったり化粧水だったりするんですけど、それに対してのあれ何ですかって DM がめちゃくちゃ来るんです。普段から動画にも映っちゃってるから、はい、めっちゃくんねん、うん、ほんで評判いいからいろんな人にもあげたりすんねんけど、うん、僕だけで作ってもらって、まあ、僕ぐらいセレブになってくる、僕ぐらい大事なことなんで2回言います。僕ぐらいセレブになってくると大事なことなんで2回言いましたけど、うん、既製品は買わないですよ。なるほどね。でいろんなものを使わせていただいて、全ての商品がいいんですけど、時期によっては年齢によってはやっぱり合う商品、使いたい商品あるじゃないですか。僕の肌のコンディションも一定じゃないから、ということで結局のところたどり着いたのが自分専用のオーダーのそういった商品だったりするんですよ。でそれに対してのコメントがもうアホほどこんなにブワーってめっちゃ来たんで、今回はですね、それをより安く一般販売これやっていこうかなと。これちょっと初めてのことなんです、実は。確かにアパレルとかそっち系は多いですけど、うん、僕ってヒカルさんにも動画でちょいちょい言われてるんですけど、肌がやたら綺麗になったとか、うんうん、例えば目映ってるからまつげめっちゃ長いとか、はい、一番視聴者に言われるのはもう香りがいい匂いするとか、多いですね。めちゃくちゃ多いんですけど、その美容系に関しては顔隠してるからこそ触れてなかったじゃないですか。あんまり触れてなかったんですけど、実は下手したらその辺の下手したらっていうか、その辺の女性よりも多分美容に金かけてるんで僕。まあそうですよね。で、あと僕の売りは、売りっていうか僕の自信があるのは、僕あんまりね、その肌系のクリニックをやってないんですよ、うん、やったことあるよ、あるけど、どういうことだったらその家で使えるものだけで改善というか綺麗に維持できてるから、普通大体なんかそのあるじゃないですか、こういう肌刺すやつとか、はいはい、なんか光さんがよくやってるやつとか、はい、あれもめちゃくちゃいいし綺麗になるんですけど、はい、僕あれ人生で2回ぐらいしかやったことないんで、ダンプペンとかね、あれもあれでいいんですけど、僕はどっちかというと家でこうやるタイプなんで、それで綺麗にできたんで、それがすごい本当にコメントが意外と多いから、うん、じゃあこれはちょっとその今使ってるものの説明と販売、これね、今動画撮ってる時には本最終に販売するかどうか決まってないっていうのと、金額いくらか決まってないので、ちょっとねこれも動画出してる頃に販売してると思うんですけど、ちょっとね整合性が合わないこともあるかもしれないんですけど、なるべくねより多くの人に手に取ってもらえるように値段交渉から全部やっていこうかなと。で、あ、こういう商品やって納得してもらえるように今日もいきなり工場に来てます。実際に僕がそれ特注で作ってるラボ、うん、ただねこれ OEM でね作ってもらってて、はい、そこだけでほんまに超特注なんで、会社名とか伏せます、そこの。それちょっと言えないんですよ、はい、それでももうちょっと入ったところの建物あるんで、めちゃくちゃもうほんまびっくりするような建物、まあ、ここで作ってるんかっていうところで、ほんまガチで作ってるからね。とにかく入れれる成分、1回で吸収できる分の入れれる成分、何でもかんでも入れてくれって言ってるから、普通に販売ってなったら売れるような値段じゃない。あー、そういうことですか。そう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 、っていう、要はそれこそ本当に SK2 のマスターピースとかになってくる、はい、SK2、 その上にゴールドライン、実はその上にマスターピースってのがあるんですよ。おかしいですね。超高いラインがある。もう僕もそれ使ってました。全国の百貨店で5店舗ぐらいでしか取り扱いがないんですよ、マスターピース、はいはい、で高すぎて廃盤になったっていうぐらいのやつです、とか、まあ、クレドポーとかいろいろ使ってましたけど、そんなレベルになっちゃうんです、値段が。だからもうそんなんでいいからって言って僕だけで作ってたのが販売しなかった理由、売れないからっていう。まず一旦そのラボ行って、だから今日も一日真面目な動画ですけど、結構美容系とか好きな方はためになるのかなって繋がってします。はい、ちょっとそこ見ていきましょう、はい、いいですか、はい、行きます。これ見てください。いやこれね、こんな建物見てください。都心部のど真ん中でのこの超タワマンの中に、実は僕が作っていただいてるサプリのこのラボがあるんですね。工場がここの中にあるんですよ。値段の交渉とかもここから実際カメラ街のとかいろいろありますので、これはねぜひ皆様に本当に試していただきたい。まああんまりね発言がちょっと限られるんですよ。世界一番いいとか聞くとかっていうのがあんまりちょっと言えないんで、まあまあ説明は中でやっていきますんで、いいですか。はい、ということで上がってました。相当厳重な警備で、警備員さんとこれがすごかったっすか。何っすか。いや、すごかったっすか。あ、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。初このラボを見れるということで。おお、すごいな。うわ、初めて来た。よろしくお願いします。あ、こんにちは。失礼します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うわ、初めて来た。緊張する。え、こんな感じのイメージなかったっすけどね。確かに。もっと雑魚いやつが一人ぐらいおって、なんかちょろちょろって案内される。このぐらい身長低めの雑魚いやつが。いきますね。めっちゃしっかりされてる。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。普段いつもすみません、サプリ作ってないで、ありがとうございます。お前たちいつどこお前たちいつどこな
ラボはどこにある、ここにあるんですか。はい、はい、そちらになります、ね。ああ、ちょっと行きたい。あ、これじゃないですか、これ。うわ、これが実際、これ今僕の使用させていただいてる。はい、こちらになります。そうですね。これは何ですか。こちらがラファエルさんのサプリメントに配合されている原料。こんな初めて見た。初めて聞いた。うわ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 、すごい。これは発売上、こんなハリウッドの映画でも発売上こんな感じね。ああ、歌ってくら。うわ、やば。じゃ引き続きちょっと成分のこと気になるんですけど、うん、これビタミン D はよく聞くよな。 B6 っていうのはこれはビタミン B6 なんですけれども、はい、タンパク質からエネルギーの産生と皮膚や粘膜の健康維持を助けてくれる栄養素。いや、ほんまにあのどこまで発言していいかわかんないですけど、僕ずっと飲んでるじゃないですか、うん、俺の元気な源これやって言ってもいいぐらいからね。ほんまに確かにね。シトルリンっていうのはこれはシトルリンがですね、アミノ酸の一種。アミノ酸の一種。このアルギニンとセットで取られることが多いんですけど、はい、アルギニンはよく取ってた、はい、飲んでるさ、プロテインが入ってる有名ですよね。あ、おっしゃる通りです。そうですよね。トレーニーの方とかはよく飲まれる。トレーニー一番使わなそうですけど、ね、トレーニー遠い方ですよね、多分。トレーニーは僕とかが言うと分かるんですけど、亜鉛はだからもう有名ですもんね。そうですね。なるほどな、はい、やっぱこれが一番あれか。そうですね、これが今回のサプリのポイントになるんじゃないかな。はー、とんかっとあり。実際量販する、販売するとなった場合に、まあ価格のこともあるし、量のこともあるし、この今の僕の飲んでるものは結構わがままで実は作ってまして、アホな金持ちみたいな、あれもこれもこれもこれも一番いいやつ、お金いくらかかってもいいんで僕しか買わないんでっていう、その販売目的とかじゃないような形で作ってもらったりしてるじゃないですか、はい、これ販売となった場合できるもんなんですかね。結構貴重な成分なので。あ、これが、はい、とんかっとあり、はい、これ高いんですか。はい、安くはないですね。製品化はやっぱさせていただきたいので、一般的に皆さんが買いやすい値段したいですね。この今の僕の飲んでるものまんまで、見た目一緒なのにどれかの成分だけ少なくなってるとかだと結局効果が違ってくるじゃないですか、はい、結構厳しいんですけど。いくらぐらいか、あか、今からかそれは交渉は。あ、まあまあまあ厳しめっすか。はい、そんな高いんですね、仕入れが。とんかっとあり、高い。やっぱりとんかっとあり高いかなあ、これこれ勢力あれやって、勢力のやつやって一応笑ってて、一応笑ってて、そこはちょっと相談させてください。はい、出たからっつってなんかめちゃくちゃ高いって意味ないやんか。うん、それとかも買えないと意味がないんでね。サプリメントの色ってどうされますか。はい、色ですね、色は今と同じやつがいいんですか。他に種類あるんですか。色、はい、種類あります。今がだからこれですよね。すごくない、これ。ラファエルさんがご希望されていた、これが、まあ、いわゆるティファニーブルーと一般的に言うやつですね。なんでこう言いましたか。やっぱかっこいいやん。ティファニーブルーですか。ティファニーブルーやっぱ流行りでしょ。かっこいいでしょ、やっぱり。かっこいいですよね。へえ、うん、一番どれが逆に良さそう。なんか薬っぽいやん、この辺だと。まあまあそうですけど、この辺と色がやっぱティファニーブルーにこだわったから。なるほどですね。だいぶ体悪そうですけど体に悪そうやった。こんな大丈夫な自然由来の着色料で色をつけてますんで。あ、なるほどね。あ、はい、いわゆるそういうイメージのあれじゃないと、はい、あ、そういうことですか。あれ食ってやすくない言ってお前絶対ピン入れてくれるの自然由来なんですね。自然由来。あ、じゃあこれは大丈夫や。で、僕はやっぱりやりたいのはティファニーブルー。まあでも全部綺麗ですけどね。全部綺麗。どの色にしても自然由来で作れるんですか。自然由来で作れます。はい、ということで引き続きね、ちょっとラボの中をね説明していただけるということで、結構中広いですね。はい、こうやって作られるの見たことない機械ばっかりですけどね。こちらが今回使っている打錠品とかを検討するときに手動で簡易的に検討する、はい、単発打錠機になっております。めっちゃ話つまんないですねその説明の話がつまんないですね。確かに絶対それデートとかで言っちゃダメですよ。この説明絶対しちゃダメですよ。僕の注文した内容で、はい、個人的にお付き合いさせていただいてるっていうのが始まりで、実際これ何でも本気出せば作れるんですか。世に出てないようなものでも。いや、じゃあ1個1万円とか1粒1万円みたいなの作れるんですか。はい。え、それはやっぱ販売的なものもあって世に出てないってだけですか。そういうのも作ってみたいよな。1個1万円、1粒1万円とか。確かに。じゃあ例えばですけど、さっきのね、トンガットアリとかも、はい、僕が今この成分の中のさらに何パーセントが入ってるのを1粒飲んだりしてるわけですけど、大量に飲んだらいいとかそういうのもあるんですか。なんぼ、じゃあこんなせんべいみたいなの作ったらいいわけですよね。それぞれの成分でデータがありまして、どれぐらい飲むとこういう効果が期待できますっていうデータがあるんで、とはいっても一定量決まってるんですね。そうですね、その量を取っていただければ効果が期待できるんじゃないかな。
多ければ多いほどいいというわけでもないかなという、うん、大量に入れると製剤性も落ちてきますので、そもそも錠剤にならなかったりっていうところが懸念点としてあります。ずっと笑われてますか？え、ずっと笑われてますよ。誰誰なんだお前。お前もうすぐやずっと笑ってんの撮影中。おかしいよな。おかしいっすね。じゃあ、打錠品の安定性だったり、そういったものを見る装置と別箱じゃないですか。はい、実際にこの体内にある間でこう溶けるかっていうのをこう測定する。はい、ああ、そういうことですか。大事ですもんね。はい、それこそ胃で溶けるか、腸で溶けるかみたいなのも大事だったりしますもんね。はい、結構ね、今までいろんなものを飲んだ、僕だからこそ、いろいろ注文してこだわってますので、うん、結構自信があるな。まあ動画で、まあ、いろんな人に配ってるけどな。はい、いろんなことをみんな褒めてくれんねん。褒めてくれるんですけど、うん、言っちゃダメなところを全部カットしてるだけなんで、動画で。なんとなくぼやんとしてるんですけどね。ああ、でも、もう最後まで今日喋らずに今日最後まで喋らずに言いましたけどね、最初はずっと言いましたけどね。最後まで喋らずに何か一個だけ説明してもらおう。何か一個だけ説明してもらいましょう。何かじゃあこちらどうぞ。ああ、いいですか。うわー、こんなんあるやん、中。え、これあれや、これ鳥が入れへんやつや。え、入っていいんですか。あ、どうぞ。失礼します。うわ、こちらがですね、製剤を実際に作る時の機械の、まあ、ラボ品なので、ちょっと小さいスケールのものになります。すげー。あ、ほんま生まれてるわこれ。ちょっと動かしてみますか。いいですか。大丈夫です。おお、できてるやん。え、ほら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 。え、すげー、こうやってできるやん。うわ、ほんま混ざってるわ。こういう感じで、実際の機械ではこういう感じのものを使って。すげえなこれ。いやいやいや、ありがとうございました。本当にありがとうございました。なんか信用できるわ、なんかこんちょっと見たら。ほんまに思うな。もっと地方のね、変な意味じゃなくて田舎の方に工場あるイメージですけど、渋谷のこんなでかいところにあるんですね。はい、すごいっすね。ちょっと半分無視されてます。半分無視されがちです。御社が作ってる有名な商品っていっぱいあるわけですもんね、多分ね、皆様ご存知の。はい、おそらく。ですよね。ちょっと入り口の方にありましたもんね。うん、今回ちょっと OEM でお願いしてるんで、あえてメーカーさん名とかね、なんかそういうの言ってないんですけど、もうこの動画が出てる頃にね、販売リンクも貼ってるんで、購入できるような形になってると思うんですけど、まあ、こんな経緯でね、ちょっと実はね、今回僕の使ってるサプリが、販売に至ったという感じですよね。はい。帰ろ帰ろ。わかりました。ということでね、スリーベルさんに協力しました。ああ、はい、今回のね、販売とかも全てね、温度取っていただいてるところです。ああ、まあ僕は、個人的に繋がってますけど、実は販売っていう時に、自分の一人では何もできないんで、今回ちょっとご協力いただいてるっていう、すごい昔のバズを放出させるようなこの事務所、めっちゃかっこいいっすよね。ああ、昔のバズの上位互換みたいな感じですよね。バズこんなにかっこよくなかったもん。めっちゃかっこいいよ。ということで、この中にね、オールインワン化粧水じゃないですけど、洗顔とかね、そっち系を全部担当してくださってる実際の会社さんと、スリーベルさんの会議室で、今から打ち合わせということで、これもね、例のごとく、やっぱり成分とかね、いろいろちょっと聞かないとということで、これしっかり説明したいんで、僕の、使ってたこのサプリメントで、洗顔、オールインワン化粧水、これを全部で、ね、販売していこうかってことなので、男女ともにいい動画になるのかなと思いますんで、見ていただければ。今回ね、モザイクだったら撮影協力できるということで、はい、ちょっと資料とかも社外フォームばっかりなんで、そうですね、ちょっとモザイクになっちゃうんですけど、今日よろしくお願いします。はい、お願いします。ちょっと販売に至る経緯で、僕の説明だけだと、ちょっとやっぱり実際作っていただいてる会社の方からですね、詳しくその成分じゃないんですけど、まあ、もうちょっと掘り下げていろいろご説明できればな。まあ、今回もう動画が配信してくる頃には販売できるんですけど、本来ならあんな価格で販売できないみたいな、いろいろあると思うので、まあ、そういうのもね、ちょっといろいろね、これ見てる視聴者さんにちょっと説明だけいただければ。お願いします。はい、お願いいたします。じゃあまずは洗顔から説明していきますね。はい、で、洗顔は泡立てる手間のないジェルタイプの洗顔を今回はご用意いたしました。で、この中にオイルキャッチミネラルっていうのを配合しています。で、これ酸化した不要な皮脂だけを取り除いてくれて、この酸化した不要な皮脂っていうのが肌のテカリとかくすみ、あとダメージの原因となってしまうので、これを取り除いてあげることが非常に重要になってきます。と、男性の肌って油が多いっていう印象あります？ありますね。はい、で、油多い印象なんですけど、不要な油ばかりではないんですよ。なので、このいい油は残しながら不要な油だけ取り除くっていうことが非常に重要になっているので、今回その処方を組み込んでおります。
なるほど。でさらに銀温水っていうのが入ってます。で今ってあの PM2.5 だったり花粉だったり大気のホコリとかっていうのがいっぱい舞ってる状態なんですけれども、そちらがあの実は肌の刺激になっています。でこの肌の刺激になるものを寄せ付けなくしてくれるのが銀温水なので、こちらも配合しております。ローションについてなんですけど、1本で完結をするものをっていうことだったので、乳液とかクリームとかがいらない、しっかり肌に水分補給してくれる処方にしております。ベタつくのが嫌いな男性って非常に多いので、潤うけどベタつかない絶妙なラインというのを微調整いたしました。それと、あと人間の体液にイオン濃度が近い美肌電解液ってものをメインで使っています。これすごく肌への浸透が早くて、例えるならポカリとかクエリみたいなスポーツ飲料が吸収がいいみたいな感じです。あとこれは洗顔にも共通して入ってるんですけれども、肌のタンパク質でできているので、しっかり肌のプロテインとしてコラーゲン、アミノ酸、栄養補給をしてあげる処方になっております。毛穴や炎症など清潔感に必要な要素にいい成分もバランスよく入っているので、補給しながら整えられるというところもポイントになってます。でさらにレイノファーストっていうすごい成分も入っています。放射線を浴びても生きるデイノコッカスという最強の微生物由来の成分になっています。この容器 の, このミストのこの密度の細かさがめっちゃ大きいので、これ あれですね、一般に販売してる製品の中で一番細かいミスト出せたんですね。あ、そうですね、弊社でめっちゃ細かいこれ。確かに異常にもう吸収率がもう半端ない早い感じですもん。これスッと浸透していく処方になってるプラス細かいミストで。なるほどね。あとはこの香りね、香りがいいですね。いい匂いですね、これ、はい、これほんまにいい匂いな。いい匂いです、ほんとにいいです。だってもう加齢臭してくる年やんか。えいや、ほんまに塗っとかないと。ちょ、マジでマジでマジで。え、だってあれ、あれでしょ、お風呂上がりに部屋戻ってやら、はい、あれお父さん来たっていう人でしょ。あれ親父来たないっす、ないっすね。っていうのなくなりますもんね、これで。はい。今までいろんな、まあ、テスさんの製品の名前はあえて出さないですけど、いわゆる高級化粧品ラインの中で、はい、匂いがいいものってないんですよ。安い、こんなん機械やろみたいな300円ぐらいのものだったりすると、特にボディーソープなんかいい匂いのものがあるんですけど、逆に言うとシャンプー系とボディーソープ以外のもので匂いにこだわってる製品ってないなと思って、その化粧水とかも顔に鼻の下とかも全部かけるのに、某メーカーさんの臭かったりとかあるじゃないですか、例えば、まあ、それがいい成分なのか知らんけど、それが僕嫌で続かなかった化粧水もあるんですよ。で今回は僕が一番好きな香りの中で、まあ、できるだけ再現させていただいたっていう、まあ、これもこのまま販売の時もこの香りのままで、このミストの容器のままでこれをお届けできればなと、うん、これでも実際その金額的なものでこの量販していくって販売するってなった中でどのぐらいだったらいけるんですかね、現実的に。一般のじゃあ某有名メーカーさんと比べてこの成分だったらいくらぐらいみたいなのがあるんですかね。1万円とかは超えてきちゃう。1万円超えますか、販売するとなると。1万円超えるやばない。1万円やばいですね。そういうことですよね。いや、もともとの依頼がさっきのサプリメントもそうやけど、うん、もう僕しか使わないんでっていう話が前提でね、あのメーカーさんのこれも入れて、あのメーカーさんのこれも入れてみたことでしょうね。洗顔とかでもどの、え、これで1万円ぐらい。あ、そうですね、はい、1万円やばない。いや、めっちゃ高いっすね。俺も肌上に上げたやつ1万円。それ肌綺麗だろうな。詰め込んでるってことっすもんね、いろいろ。はい、ぶっちゃけ洗顔でどんなもんですか。1000円ぐらい。おお、すごいっすね。1000の洗顔見たことない。高い。一応コンセプトとしては、まあ、今回その、まあ、あんまり商売僕したくなくて、どちらかというとその、まあ、女性も使ってもらいたいんですけど、まあ、世の男性にもっとなんていうんですかね、かっこよくなってもらおうみたいなコンセプトでちょっとやらせていただきたいなってあるんで、できれば一般のサラリーマンの方でも手に取っていただけるような価格帯に抑えたいと思ってるんです。ただ成分とかは変えたいんじゃないんですよ。少なくなったとかミストが違うとかちょっとなんか寒いじゃないですか。そういう、だからなるべく、だからその僕の場合広告費とかかからないんで、僕が、宣伝するのに無料だったりするじゃないですか。なのでその広告費のところとか加味してるであれば、そこはもう削ってもらえたりとかな。うん、確かに勉強させていただきます。誰も儲かれへんな。いや、ほんとそうっすよ。まあでもこの香りめっちゃいいのはほんまに一回手に取ってもらいたい、ほんまに。あと洗顔は出るタイプじゃないですか、はい、結構ね、慣れない方からしたら泡も立たないし、こんなんでほんまに取れてるのって多分思う方多いと思うんですけど、はい、高級ハイブランドとかそういうところはこういうの多いですよね、最近。あ、増えてきていますね。ですよね。うん、
手軽に使えて、まあ、男性だけじゃなく女性でも使ってる方増えてると思いますね。そうなんですか、はい、多いんですかこっちのこのジェルタイプっていうのは。あ、今非常にあのお問い合わせ増えていますね、作りたいっていう方が。まあ、女性だったらあるあるかもしれないですけど、男性だとなかなか慣れないものかもしれないですけど、うん、パッケージはそれじゃないですもんね。実際パッケージはだからどうするかっすよね。そこもお金かけずにいかないとダメですね。そう、まあ、その安くするんであれば、安くするんであれば、はい、一番は広告費が大きいんじゃないですか。だってもともとこれ広告キムタクに任そうとしてたから、そこの分で多分5億円ぐらい浮いてるじゃないですか。そうですね、タクヤの分も5億円ぐらい。そこの分をなるべくパッケージをシンプルにして、うん、基本的には俺男性だからやっぱ男性を応援したいってところで、うん、女性も使えるねんけど、パッケージはそっちに寄せたいかなっていう、はい、男の人の部屋にあってもかっこいい感じにしたい。あの女性ものの化粧水なんですよ僕やっぱ使うのは。そうするとやっぱり僕の男性の部屋には合わないんですよ、今まで。それもない、匂いとそのパッケージが気に食わないとかあったんですよ。部屋にこう置いてってもなんかかっこよくなれるような風にしたいんですよね。ワックスなんか置いてて結構そうそうそう、例えば、うん、容器でこだわってるワックスとか、はい、あとのやつなんか高級なイメージでこだわってる化粧品系多いけど、うん、どこまで言っても女性っぽさは残るから、うん、また高いになるでしょっていう現場もあるじゃないですか、はい、勘違いしちゃいますよね、はい、家にあったら、はい、そうならないよ、こっち。いやこれ楽しみですね。もうでも動画出てる頃には販売してますから、値段決まってるでしょ。確かに確かに、どのぐらいまで値段勉強できるかってところですね。頑張ります。そうですよね。細かい説明はね、テロップとかいろいろね、ところで固定してると思うんで、はい、またいろいろ見ていただければということは、販売リンク、動画に貼ってますんで、まあ、今後ね、僕ね、プロデューサーって形で、この商品ね、ずっと販売していきますんで、エイトさんの動画見てもらったと思うけど、前回の前のね、痩せたみたいな、うんうんうん、あの人、肌めちゃくちゃ綺麗なんで、全然違う。全然違う。で、あとまた出してへんけど、竹蔵さんのスキンオフもあるもんな。そうなんですよね。ほんまに綺麗だもんな。好きです。ほんまに好きです。今日はありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、今ちょっとあの取引の方でお腹いっぱい食べてきまして、終わりました。どうでしたでしょうか。ちょっと真面目にちゃんとやってる、あの大体あの釣り動画が多かったりふざけたりするんですけど、今回あのちゃんと真面目にやらせていただきましたので、というか僕の自信作、より多くの人に撮ってもらうためには1円でも安くするしかないじゃないですか。なんかいいなって思ってもらえる、絶対自信ある商品なんで、これ撮ってもらいたいですね。金額次第ではほんま売れてもわかんないですよ。金額次第では、まあまあ別にいいんじゃない。第2弾第3弾でマネタイズできれば俺は別にいいかなと思ってるよ。解散リスありますけど、解散でいいやろ。何回言ってんの、解散でいいやろ。化粧水に関してはあれほんまにもう香水代わりにつけててもいいぐらいからな。いや、いい匂いしますか。ほんまにそのぐらいで、マジでっていう感じでね、ちょっとずっとね、商品の話の動画だけだったんで、ちょっともしかしたらつまんない動画になってるかもしれないですけど、編集上ね。まあまあ、僕の今使ってるものこれですっていうお知らせ。これほんとコメント欄めちゃくちゃ多かったんで、今まで。まあまあ、答えておこうかなっていう一歩の動画ですね。まあそんな感じで、はい、渋谷だったら、あそこだったな。え、そこ、いちごちゃんの。